トヨタの EV セダンまずは中国投入。トヨタは近年、電動化が自動車業界の脱炭素化に向けた唯一の解決策ではないとの考えを強く打ち出しているが、世界有数の自動車メーカーとしての地位を維持するため、多様な電動モデルの投入が不可欠となっている。フォルクスワーゲングループや、ステランティスといった主要ライバルと同様に、EV 用プラットフォームである E-TNGA を導入し、新しい EV モデル群のベースとして使用している。その先陣を切るのがクロスオーバーの BZ4X で、ハブボルトの不具合はあったものの、現在、世界各地で顧客への納車が始まっている。昨年末にトヨタの豊田章男社長が発表したラインナップでは、都市部向けのコンパクトカーからオフロード車、大型 SUV、小型商用車、セダンなど、非常に幅広いユーザー層に向けた EV が勢揃いする予定であることが示された。セダンについては、コンセプトでは、BZSDN、BZ セダンと呼ばれていたが、現在は BZ3 の名で販売されると考えられている。まずはセダン人気の高い中国市場を最初のターゲットとするようだ。トヨタは最近新型クラウンを中国や北米向けに導入すると発表した。EV 仕様が登場するかどうかは不明だが、今のところ欧州市場への導入計画は言及されていない。電動化が進む欧州では、テスラモデル3が市場を席巻しており、これに対抗するライバルも多いことから、BZ3 も早ければ、2024年に導入される可能性がある。ライバルの多い中国市場 BZ3 の実力は、フォルクスワーゲンは来年、EV セダンの ID6 を中国で発売し、ヒョンでもアイオニック6を間もなく発売する。また、新興の、しかし急速に拡大している中国企業からは、ニオ ET5、シャオペン P5、BYD シールなどが、続々と登場している。中でも、BYD シールは特に興味深い。トヨタと BYD のパートナーシップにより、BYD のリン酸鉄リチウムバッテリー技術、ブレードを BZ3 に搭載する予定になっているからだ。ブレードバッテリーは、従来のリチウムイオンに代わる、より安全で、エネルギー密度の高いバッテリーと言われている。また、サイズもコンパクトで、室内空間を広く取れるメリットもある。BZ3 の車体寸法は全長 4725mm、全幅 1835mm、全高 1475mm。やや短めだが、現行のクラウンと近いサイズ感だ。中国工業情報下部のウェブサイトに掲載された仕様によると、最高出力 180PS または 241PS のモデルが用意され、車重 1710 から 1840kg、最高速度時速 160km とされる。この数字はライバルと比べても遜色ないものだ。航続距離やバッテリー容量はまだ明らかにされていないが、BYD の@3、同程度の重量のクロスオーバーは、64.5kWh のブレードバッテリーを使用して、420km を実現している。同じバッテリーを積むとすれば、空力的に有利なセダンでは、さらなる航続距離を期待できる。トヨタはまだ BZ3 の生産工場を明らかにしていない。BZ4X は日本国内だけでなく、中国のアマツと広州で製造されている。